セラック25とはカナダ原子力公社とフランス CGR メブ社によって開発、製造されたコンピュータ制御の放射線療法機器である。この機械は1985年から1987年にかけて知られる限り6つの角の被爆事故を引き起こし、少なくとも5人の患者を死亡させた。同時多発的なプログラミングミスが原因で患者に 通常の数百倍もの放射線量を浴びせ、死亡や重傷を負わせることもあった。これらの事故は、生命に関わるようなシステムにおけるソフトウェア制御の危険性を浮き彫りにし、医療情報学とソフトウェア工学における標準的な事例研究の一つとなった。さらに、技術者の自信過剰と報告されたソフトウェアのバグを解決するための適切なデューディリジェンスの欠如は、 技術者の初期作業に対する過信とエンドユーザーの主張を信じられなかったことが大きな影響を与えた極端なケースとして強調されている。セラック25はイークル社と CGR 社によって医療用線形加速機セラック6とセラック20の後継機として開発された。前者は6メブまでの X 線を、後者は2 0メブの X 線と電子線を生成することができた。 セラック25は、イークルによって新たに開発されたダブルパス技術を用いた電子加速機であり、従来機に比べてより小さなスペースで、より効率的に25メブまでの X 線と電子線を生成することができた。これらの機器はいずれも PDP-11 によってコンピュータ制御できるが、セラック25は従来機と違って、最初からコンピュータ制御を念頭に置いてデザイン。 されていた。また、従来機では、ハードウェアの監視装置は、機器とは独立した電子回路で実装していたが、セラック25では、メンテナンス性のために、これをソフトウェアで置き換えた。ソフトウェアには、CGR 社が開発した、セラック6用のコードが多く流用された。また、セラック20用のコードもいくつか混入していたが、このコードにはバグがあり、 後の事故を引き起こす一要因となった。セラック22はハードウェアによる安全装置があったため事故は起こらず、このバグはセラック25の事故調査で判明することとなる。1976年にはプロトタイプ機が製造され、1982年に商業的に販売された。1983年に危険性分析が行われたが、これは ソフトウェアのバグの存在を仮定しない不十分なものであった。この装置には2つの放射線治療モードがある。またフィールドライトモードも含まれており、これにより治療領域を可視光で照らすことにより患者を正確に位置決めすることができるようになっていた。シミュレートされたセラック -25 のユーザーインターフェース記録された6件の事故は X 線モードで発生させた。 大電流の電子線を患者に直接照射した際に発生した。原因となったのは二つのソフトウェアの不具合であった。一つは、オペレーターが X 線モードを誤って選択してからすぐに電子モードに切り替えた場合で、X 線ターゲットが配置されていない状態で電子線が X 線モードに設定されてしまったことである。もう一つは、ビームスキャナが作動していない。 フィールドライトモード中に電子線が作動してしまい、ターゲットが配置されていない状態で電子線が作動してしまったことである。以前のモデルでは、このような欠陥を防ぐためにハードウェアインターロックがあったが、セラック25ではそれを取り除き、ソフトウェアによる安全性のチェックに頼っていた。大電流電子線は意図した線量の約100倍の放射線量でより狭い範囲で患者に当たり、 治死療の可能性のあるベータ線を照射した。患者のレイコックス氏はこの感覚を強烈な電気ショックと表現し悲鳴を上げて治療室から飛び出した。数日後、放射線熱症が現れ患者は放射線中毒の症状を示した。3つのケースでは負傷した患者は後に過剰照射の結果として死亡した。委員会では主な原因を 特定のコーディングエラー一つに絞るのではなく、一般的なソフトウェアの設計と開発の仕方の悪さにあるとしている。特に、このソフトウェアは、クリーンな自動化された方法でテストすることが、現実的に不可能なように設計されていた。事故を調査した研究者はいくつかの原因を発見した。その中には、以下のような制度的な原因が含まれていた。研究者は、また、 いくつかの工学的な問題を発見した。ルソン氏は、この事件から得られる教訓は、再利用されたソフトウェアが安全だと思い込まない、ことだと指摘している。ソフトウェアを再利用したり、市販のソフトウェアを使用することで安全性が向上するという素朴な思い込みがよくある。ソフトウェアモジュールを再利用したからといって、それが、移行先の新しいシステムでの安全性を保障する。 わけではない。このようにソフトウェアに高度化された思考体系を不十分な理解のまま盲信することはカーゴカルトプログラミングとして知られている。セラック25に関連したような事件に対応して IEC62304 企画が作成された。この企画は医療機器ソフトウェアの開発ライフサイクル標準と経歴未確認ソフトウェアの使用に関する 具体的なガイダンスを導入している。ありがとうございます。